星野信幸は、北海道旭川市出身の元プロ野球選手。野球解説者、野球評論家、野球指導者。タイトル獲得は多くないものの、11年連続2桁勝利を記録するなど、パリーグを代表する投手として活躍した。その実績と、男性な顔立ち、およそ野球選手らしくない細身な体型から、同リーグの西崎幸宏、 阿波の秀行、渡辺彦信らと共にトレンディエースと呼ばれ、星の王子様の愛称で親しまれた。北海道旭川市出身。土地柄、阪急との接点はほとんどなかったが、家に山田久志、福本豊、山口隆のポスターが貼ってあり、兄と一緒に日本シリーズで見た山田や山口のフォームを真似していたという。旭川工業高校では、 1982年、秋季北海道大会朝日川渋予選決勝に進むが、朝日川流国校に寒風負け。翌1983年春季北海道大会は1回戦で、北海道に一大校に敗退。同年のドラフト5位で、阪急ブレーブスに入団。工述するように細身で球も速くない星野はプロで、やっていく自信は全くなかったが、 大学に入るつもりで4年間は頑張ってみようと思い、入団を決意した。1984年に阪急は優勝しているが、星野の一軍当板はなかった。1985年に一軍初当板、今井雄太郎をリリーフした試合でプロ初勝利を挙げた。1987年にはパリーグ5球団完封を含む、リーグ1位の6完封を記録して11勝。 以降1997年まで11年連続2桁勝利を挙げ、1995年、1996年のリーグ連覇に AS として大きく貢献した。1989年と1996年には最高勝率のタイトルも獲得。なお1995年の夏までは阪神タイガースへの FA 遺跡に傾いていたが、この時は 阪神の球団体質への不信感に加え、高学年報選手が次々と戦力外になっていた例が多かったため本意し、11月2日にオリックス球団と二度目の交渉を行った上で FA 権を行使し、年報1億2000万円の3年契約、再契約金3000万円でオリックスに残留することを決めた。星の本人はこの時の交渉で、 年俸1億5000万円を要求していたが、い、矢野重慶球団代表から、年俸は3年間末置きではなく、成績が良ければアップするとして提示された条件を受け入れ、現状を見ると、年俸が高くなりすぎると首を切られやすくなっている。まだプレーできるのに、その機会を奪われるなんて寂しい。どんどん年俸が上がればいいという気はなくなった。安定も大事と思ったんです。 やはり自分がもう無理だと思えるまで投げ続けたいとコメントした。1999年にチームメイトの一郎、エビスのブユッキと共にメジャーリーグ、シアトルマリナーズの春季キャンプに参加した。オープン戦では、対サンディエゴパドレス戦で先発するも1回に3を投げて3本塁打を含む8失点と精裁を書き、2試合で0勝1敗。 防御率27.00の成績が残っている。2000年に FA 権を行使して阪神タイガースに移籍。その時、阪神を選んだ一つの理由には、オリックスの本拠地が神戸市に移っても西宮市に在住していたためというのが挙げられる。2年連続で開幕投手を務めたが、2001年に患った貧脈が原因で2002年に現役引退。この時、 球団からは、星野くん、来年もと言われていたという。2003年から2005年まで、富士テレビ、関西テレビで、野球解説者、産経スポーツで、野球評論家を務め、プロ野球マスターズリーグの札幌アンビシャスに参加。2006年から2009年まで阪神の2軍、投手コーチを務めた。2010年から、オリックスの1軍投手コーチへ就任した。 6月8日より自律神経失調症の治療のために休養に入ったが6月22日より復帰。残りシーズン及び2011年には体調面などを考慮しながら2軍投資コーチを務めた。2012年5月22日に小林博士と入れ替わる格好で1軍投資コーチに復帰。2016年から2軍育成コーチに就任したが 同年4月17日には、坂井務と入れ替わる格好で一軍投手コーチへ、再び復帰した。2017年も引き続き一軍の投手部門を担当していたが、シーズン中に体調不良を訴えたため、6月23日から一時、休養。球団では、この休養期に一軍のブルペン担当コーチだった平井誠子を星野の大役、 2軍軍投手コーチから小林をを1軍のブルペン担当にに移動させるという措置を暫定的に講じた星野自身は体調が回復した同年7月1日から2軍の練習に同行。7月11日には星野に2軍、小林に1軍を担当させることが球団から正式に発表された。結局、この年のシーズン終了後にオリックスを退団。2018年からは、 関西テレビ J スポーツの野球解説者や、産経スポーツ野球評論家としての活動を13年ぶりに再開している。プロ野球選手としては、非常に細身な体型で、最速10速 130km の速球270、時速 90km 台のスローカーブ、時速 120km 前後のフォークボールという、先発投手としては、非常に少ない球種で、 勝負する異色の投手だった。急速の遅さにまつわる逸話として、1990年9月20日の対日本ハム戦で、星野のすっぽ抜け高部を、星野中島里氏がミットを使わずに、右手で直接補給し、星野を超える急速で返球したことで失笑が起こった。ベンチに帰り星野は、素手で取るなよ。ミットが動いてなかったぞと機嫌を悪くしていたが、中島は、 ミットが届かなかったんですとごまかし自体は収まった。ちなみに中島は1995年のオールスターゲームで行われたスピードガン競争で時速 146km を記録するなど球界屈指の強権保守だった。他にも完封されたチームの打者から今日の星野は一段と遅かったと言われるなど球速の遅さにまつわる話題は枚挙にいとまがない。しかし、 しなやかに腕を振る投球フォームから投げる速球は伸びがあり、高校時代はオーソドックスな上手投げであったフォームは1989年頃から徐々にテイクバックが小さくなり、最終的に投げる直前まで左手を体の横に隠し、極限までコンパクトにしたテイクバックから投げ込むフォームへと変化した。これにより、打者からは投げる瞬間まで握りが見えず球種が読みにくく、 ボールの出所も見えにくくなった。これらに加え時速 40km 以上のスローカーブとの関球差、そしてどの球種でも投球フォームが変わらないという特徴により打ちづらく打者には速球が数字上に速く見えたと言われる。その関球差に、なしが正さはストレートが一番速かった投手はという雑誌の取材に対し星野の名を挙げてあまりにも速く感じて、 悲しりのようになったと語り、初芝清は、イラブより、星野さんの方が早いと思うと発言。清原和弘は、星野さんのストレートが一番打ちにくいと表し、桑田真美も数えるほどしか打者としての対戦経験はなかったが、ストレートがめちゃくちゃ早く感じると星野のストレートは強く印象に残ったという。他にも、中村のりタフィローズなど、複数の打者が、 星野のボールは速かったと証言している。また、トニー・バナザードは、星野のストレートの遅さと、それにもかかわらず、打てないことからかなり苛立ち、よく星野に向かって怒っていたという。他にも、片岡氏は、現役時代を振り返って一番苦手だった投手として、星野の名前を挙げている。代名詞であるカーブを習得したのは、高校時代であり、 当時の高校の監督の進める握りでカーブを投じて見たところ投げると手首が返るほどにしなやかな星野の手首との相乗によって独特の大きな変化をするカーブが生まれたただこの手首が返るという現象はカーブを投じる上では大きな武器であったが自分でも制御が効かないものでありカーブの曲がりを意図して小さくすることもできなければスライダーなどのオーソドックスな球種も 習得できないという弊害もあった。こうした手首の特性から、吸収のバリエーションに乏しかった、星野であったが、第二の武器となるフォークは3年目のオフに習得した。当初は、スプリットのような浅い握りを試したがしっくりこず、寮の部屋で、ボールの持つ場所や握りを、 試行錯誤していると、人差し指と中指を開いた状態で、両指が縫い目にかかる特殊な握り方をした時に符に落ちた感覚があり、翌日投げてみたところ思い通りの落ち方をしたという。この星の独自の握りのフォークは深い握りでありながら、直球と比べてあまり減速せず、直球と同じような軌道から、打者の手元で小さく沈み込むというスプリットと似た特性を持っており、 直球待ちでタイミングを早く取った打者をこのフォークによって空振りさせることができるようになり、投球のバリエーションを増やした星野は、翌1987年に初の二桁勝利を達成した。星野の特徴に、いち早く気がついたのが、入団時の保守だった中澤真嗣で、星野の新人時代、球は遅いけど、なかなか打てない面白いピッチャーがいるぞと二軍に、調整に来ていた。 山奥幸彦に話していた。脱三振が多く、2015年シーズン終了時点で、日本プロ野球歴代21位の通算2041脱三振を記録している。また通算予支球率3.13と請球力は、あまり良くなく、球速の遅い投手ではあるものの伸びのあるストレートと、少ない球種で三振を奪っていた。また129関東を記録している。 この関東数は同年代に活躍してミスター関東の異名を取った斉藤正樹などより多い少年時代からプロ入りを目指していたが180センチメートル台の身長に対して体重65キログラムが精一杯という華奢な体格にプロの水準には遠く及ばない急速からプロ入りは無理と酷評されていたしかしそれをバネにして力任せや 球位変調ではない独自のスタイルを洗練することで、プロ入りを果たし、球会を代表する投手の一人にまで上り詰めた。星野と同学年で同じく、球の遅い一流投手に、山本正、広大佐を、小宮山悟などがいる。北海道出身だったことから、当時の阪急の主力投手であった、山田久志、今井雄太郎、佐藤義則ら北国出身の先輩に可愛がられ、 三人の北の会にも入れてもらった。佐藤、今井は豪快だったが、山田は自己節制も厳しく、星野は山田にオーラを感じた。一流ってこういうものかと思ったと語っている。テレビゲームでは、ゲームの仕様やシステムの都合上、実際の休息を忠実に再現すると、現実通りに活躍させることが難しくなることから、 ファミリースタジアムシリーズでは1990年版までは時速1 3 8キロメートル時速1 4 0トル燃えろ。プロ野球シリーズでは時速1 4 0トル時速1 4 9キロメートル実況パワフルプロ野球シリーズでは時速1 3 0トル台後半と実際の球速よりもかなり早い設定となっていた。漫画ドカベンプロ野球編では 登場人物である山田太郎をカモにすると描かれていた。水島漫画では地球をとも。阪急時代に親会社の阪急電鉄の1988年、初詣 CM にて、当時宝塚歌劇団所属だった天見ゆ希と共演している。家族については、1989年、前年のミスユニバースジャパンであり、同年のミスユニバース世界大会でも第4位となった。 坂口光穂と結婚した。結婚後、坂口は専業主婦となり、二人の間には娘二人と息子一人ができた。次女の芽生えは女優、タレントとして芸能界にデビューしている。ありがとうございます。